イオンモール、津軽柏の一イオンモール、津軽柏は青森県津軽市に所在するイオンモール株式会社が運営する大型ショッピングセンター。イオンモールが初めて展開したショッピングセンターである。1992年にイオン、柏ショッピングセンターとして開業。当時の愛称はワドナだが、1990年代後半以降はあまり使われず、 名称変更以降は全く使われていない。開業当初は周辺地域は田園地帯であったが次第に大型店が出店するようになった。2016年7月29日には施設内の別館に津軽市立図書館が開館し、タリーズコーヒーの店舗を併設したブックカフェスタイルの図書館がオープンしている。各テナントはイオン津軽柏,柏店である。出店している。 専門店全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを参照。五所川原駅から旧柏村中心部から2015年3月までは、お客様感謝デー開催日の20日30日も、運行していた。2009年4月から2011年3月まで、土曜日、日曜日宿日に、広崎駅行きも運行されていた。ジャスコ柏店は、九百八十年まで、 桃木屋、ジャスコ柏店として、柏市内の柏駅東口に立地していた。その後1992年のトウモールの開業時の各店舗、ジャスコ柏店となり、後に、イオン、柏ショッピングセンター側のジャスコの店名となった、経緯がある。平成24年度大規模小売店ポリッ方法、第6条、第2項届での概要、2013年11月末から、 経済産業省2013年3月14日、閲覧 ABC、イオンモール、津軽菓子は、リニューアル、グランドオープン、イオンモール、http コロンスラッシュスラッシュ www.aonmal.com l スラッシュアップロードスラッシュ124785765と、と PDF2017 年2月24日閲覧。ABC、シネマビレッジ八4菓子は、 港町キネマ通り、2017年2月24日閲覧。津軽市図書館、イオンモール内に開館。河北新報、河北新報社。 h t t p w w w k a h o k u c o j p t o h o k u n e w s 2 0 1 6 0 7 2 0 1 6 0 7 3 0 2 5 0 0 4 h t m l 2 0 1 6年7月30日閲覧イオンモール津軽菓は4月22日10時リニューアルオープンイオンモール株式会社 2020万510閲覧、ありがとうございます。